最後に描いたのは鳥の絵だった。公園に落ちてた鳥の死骸をモデルにして描いたんだ。それから描けなくなった。もう1年ぐらい経つかな。ひろしたらそんなこと言って、本当は牧に夢中で絵を描くところじゃないんでしょ。イメージが湧かないんだ。全然湧かない。大丈夫だよ。あれをやれば一発だよ。ガンガンイメージ湧き出すから僕は保証するよ。ごめんなさい、遅れちゃって。純子様はチェックインしてますの。あら、ダーリン、今日はおしゃれしてきたのね。似合うわよ。もしもし、ミーよ。ハロー、今エレベーターで部屋に向かっているところよ。私たちの部屋は3068。ニューヨークのお土産いっぱい用意して待ってるわよ。